ヘテプ・ヘレス一世は、エジプト第四王朝時代の王、スネフェルの王妃。ギーザの大ピラミッドを建造した、クフ王の母親であると考えられている。ギーザで発見された彼女の墓から、多数の副葬品が発見されており、当時の王族の生活の様子を現代に伝えている。ただし、彼女自身の人生について知られていることは、ほとんどない。ヘテプ・ヘレス一世はおそらく、 スネフェル王の妻であり、クフ王の母であった。現在知られている限り、ヘテプヘレスは、スネフェルの側室であり、息子の即位によって重要性を真下に過ぎない、可能性がある。また、彼女は、ジェドエフラー王とカフラー王、及び王妃ヘテプヘレス二世の祖母である。彼女の称号には、王の母、二つの地の王の母、ホルスの従者、神の肉体の娘がある。 ヘテプヘレス一世とスネフェルの結婚は、彼女が前後朝から次の王朝へと王家の血をもたらすことで二つの王家を統合する役割を果たし、スネフェルの王位継承の基盤を固めた。彼女の称号、神の肉体の娘は、彼女の父国の統治時代に使用され始め、スネフェルとの結婚と時代の統治者工夫を生んだ後も、引き続き用いられた。そして、 クフが彼女の墓とピラミッドを建造させた。ヘテプヘレス一世の G7000X 号墓埋葬室を南から見る。1902年からハーバード大学とボストン美術館の共同調査隊がギーザでの発掘を引き継いだ。共同調査隊は23年間この地域を体系的に調査して明らかにし、記録した。1925年3月9日。 発掘のリーダージョージアンドリュー・レーズナーがアメリカに帰国している間に調査隊員の写真家は石膏による補強に気がついた。レーズナーのヘッドレース、アフマドサイードの指揮の下で彼らがその地域を清掃し石膏を取り除くと深い縦膏が発見された。彼らは石壁に達するまで27メートル掘り、開通した時、白いアラバスター製のサルコファガス、 天外化テントのフレームや木製家具に使用された金の建具などを発見した。パティスクームガンは双眼顕微鏡と鏡を使用しスネフェルのものである碑文を特定した。これは当時の新聞報道とは裏腹に墓の所有者がスネフェルの知性を生きていたことを示すものであった。レーズナーはこれはおそらく洞窟者たちが 元々の墓に入ったことによる秘密裏の階層の証拠であると結論付けた。4月までに彼は墓の主がスネッフェルの妻、クフの母であるヘテプヘレスであると特定した。1927年、彼らは石棺を開封するために集まったが、中身は空であることが判明した。レーズナーは、ヘテプヘレスの元々の墓は、 ダハシュールにある彼女の夫のピラミッドの傍らにあったが、その墓は彼女の埋葬直後に壊れてしまったと推定した。そして洞窟者たちが石棺を開けて、ミイラと黄金の飾りすべてを盗んだが、残りの宝は取る前に逃走したと考えた。さらにレーズナーは、この墓に対して責任を負っていた役人たちが、クフの怒りを避けるために、 ミイラはまだ石棺の中にいると伝えたとする説を提案した。そして、クフはそう、自身のピラミッドのあるギーザでその石棺と葬儀に必要なすべての品を再埋葬したであろうとする。しかし、実際のことの経緯はまだ不明である。マーク・レナー博士は G7-00X 母がヘテプ・ヘレスのもともとの墓だったのであり、彼女の第二の墓は G1。 A ピラミッドであるという意見を出した。彼は G7-00X の縦口はピラミッドの一部として計画されたが完成せず放棄され、王妃のミイラは別のピラミッド完成時にそちらに移されたのであるとする。そしてかさばる副装品の一部は王妃の栽培掃除に取り残されたと推定した。IS エドワーズによるレナのレビューの中で描かれた第の可能性は G7-00X は、ヘテプヘレスの最終的な眠りの地であり、ミイラは、彼女の埋葬直後に、そこから盗まれたというものである。ザヒハワス博士は、ヘテプヘレスは、もともと最北端の小さなピラミッド群 G1A で埋葬され、洞窟の後に新しい墓のために、新しい建港が掘られたという意見を出した。この説は、墓が作り替えられたことを示す証拠。 説明できるだろう。ヘッドレスト付きのベッド。ヘテプヘレスの総採用家具の一部。ベッドは177センチメートルの長さがある。オリジナルの復元は回路で展示されている。複製がボストン美術館に置かれている。ヘテプヘレスの石棺と副葬品の家具は1925年にギーザの大ピラミッドの衛星ピラミッドそばの タテアナハカジ G7-00X の中で発見された。サルコファガスは封印されており、カノポス箱は無傷であったが、ヘテプヘレスのミイラはなかった。このカノポス箱は知られている最も古い例であり、ヘテプヘレスは臓器を保存した最初のエジプトの王族であることを示すかもしれない。四つの区切りの中はすべて臓器が残されており、そのうちの二つは液体も入っていた。 その後の検査でこの液体が3%のエジプトナトロンの溶液であることが明らかになった。これはミイラ化の工程で使用されたものである。墓の品々はエジプト第四王朝の写真と生活の詳細を見せてくれた。この墓の中から見つかった道具類はカイロのエジプト考古学博物館で展示されており、主要な副葬品の家具の複製はボストンのボストン美術館にある。 この G7-LLX の副装品の家具には次の品々が含まれる。ありがとうございます。